はい、こんばんは、ひよです。では、今回も関係で話をしながら、オーソリコンブレイクポイントやっていきましょう。ヘイスリー。30分経ったら教えて。30分経ったら教えて。30分からカウントダウンします。小声でも反応してくれるんだね。小声でも反応してくれるっていうか、反応させ方を分かってきてるところはありますけど、まあ、何年もやってるからな。 はい、そんな感じで、今回は、まあね、こんな、時期なので、やっぱ、昔の映画？昔の映画っても超昔じゃなくて、ちょい前の映画みたいなものが、こう、のお話っていうのが多くなってくるのは、ご愛嬌というか、やむを得ないところであると思うんですけども、その感じで、その中の一環として、ジュマンジ、ウェルカムトゥザジャングル、という作品のお話をさせていただきたいと思います。はい。別に、前回のブラッククランズマンの、あれも、そうだけど、別に辛口な批評をしたいわけではないのですが、俺、ブラッククランズマンに関して、辛口は辛口だった？別に、なんだ、ネガティブなことを言いたいわけじゃないんだけどね。単純に感想を言ってるだけなんだけど、別に嫌いとかじゃないのでいいんだけども。っていうところを、まず最初にこう、エクスキューズを言うってことは、まあ、何かしらこう、言うんだろうなと、自分では思っておりますが。なんだこの前置きは。そして、なんで、そんなこと言ったら、やられましたけど。そうですね。ジュマンジ、ウェルカムトゥザジャングル。ジュマンジ、昔の映画、いつの映画？1995年とかかな？だよね。1995年の映画、ロビン・ウィリアムスさんの、が主演の、主演なの？あれ。あれ主演なの？あの人途中から出てこなかった？ 確か。途中からじゃなかった？出てきたの？最初から出てきたっけ？まあ、ロビン・ウィリアムスさん、まあ、ジャケットに出てたのはロビン・ウィリアムスさんだからね。まあ、主演なんでしょう。まあ、の映画、大ヒットを、記録したジュマンジですね。リメイクを作ろうとして、めっちゃ猛反対にあって、で、結果、続編ということで、落ち着かせた、作品でございます。まあ、そうね。まあ、だから、ジュマンジの現代版リメイクみたいなところの、だから発想としては多分そこが最初にあって、で、オリジナル版としては、では、ボードゲームをやってて、ボードゲームのマスに書かれたことが現実でも起こるっていうね、まあ、コメディタッチの、まあ、コメディタッチは、ウェルカムトゥザジャングルも、そうなんだけども、そんなファンタジー映画なわけでございますけども、そうね、まあ、パッと結論から先に言っちゃってもいいのかな。とりあえず、そうね。なんだろう、面白くなくはないし、面白いんですよ。すごく面白い。映画としては、すごくというか、まあ、面白い、映画で、まあ、続編もね、作られ
ってもう公開されてて、もう DVD もなってるんでね、確かね。っていう感じで、面白いんだけども、多分、大体、みんな同じ感想だと思うんだけども、あの昔のジュマンジ見たい人からするとね、あの多分同じ感想だと思うんだけども、ジュマンジじゃないなと。ジュマンジっていう名もついてて、ジュマンジの続編で、いわゆる当時ボードゲームだったんだけど、だけどもゲームがなんかこう、まあ、ウェルカムトゥザジャングルの最初でも出てくるんだけども、またゲームがこう出てきて、ゲームの方がなんていうか、あの出てくる、ね、まあとある少年だよな、まあ少年、まあ、あのその少年はこの後から出てきてさ、ネタバレになっちゃうか、やめよう。まあまあまあ、少年がこうその、ボードゲーム、またこう出てきたボードゲームを見て、今更ボードゲーム、ボードゲームなんて誰がやるんだよみたいなことを言って、でゲームの方がこう、一晩でこう進化して、いわゆる、ファミコンみたいなね、ファミコンかな、ファミコンだよねきっと、あれはね、ファミコンだよな。まあファミコンっぽい、テレビゲーム、に進化して、で、いわゆる高校生、4人の高校生をゲームの中に、吸い込んで、閉じ込めてというよりも吸い込んで、で、そのゲームをいわゆるクリアしないと出れないという、ことになっ、してしまうというね、ドタバタ、ファンタジーコメディでございます。はい、で、そう言ったけども、まあ、ジュマンジじゃないなと。面白いんだけどね、面白いんだけども、ジュマンジとはちょっと、まあ、作品のいわゆる、なんかこう、テイストもコンセプトも、コンセプトは一緒なのかな、まあ、でも全然この、いわゆるジュマンジっていう、ジュマンジではない。まあ、ゲームがこう、進化してっていう、まあ、ちょっと呪いのゲーム、ゲームっていうほど、まあ、そうね。まあ、ジャンルがこう変わってさ、呪いのゲームっていう感じでこう、ホラーになってもまたそれは違うと思うんだけども、あくまでも、まあ、題材的にっていうか、ストーリー的にはね、その、それは最初のね、ジュマンジが、ストーリーを、の、こう、脚色的の仕方によっては、こう、ホラーになりうる、部分だと思うんだけども、まあ、そうしないところが、こう、ジュマンジっていうコンセプトではあると思うんだけども、とはいえ、なんていうかな、まあ、ゲームが進化 してっていうところまではいいんだけども、なんかこう、なんていうかな、どっちかっていうと、雰囲気としてはね、ソードアートオンラインがあるでしょ？まあ、これは雰囲気としてはっていうか、これは別に改めて俺が言うほどのこと、だってもう万人の、相違だと思うんだけど、見た人のこう、みんなが思うことだと思うんだけど、ソードアートオンラインを、まあ、軽いノリにした感じ。まあでも、やってることというか、実際にゲーム内でこう、ゲームあるというか、みたいなお話、まあ、実際に本当にどうなるか、出れなくなるのかって言ったら、誰もそんな状態に陥ってなかったから、
それは未確認というか、わからずじまいではあるんだけど、おそらくね、ルール的には、多分そうなんだろうね。ゲームオーバーな、ゲーム内でゲームオーバーになったら出れなくなって、まあ、ほぼソードアートオンラインは、ゲーム内で死んだら現実でも死ぬっていうね、ちょっと怖い、まあ、ホラーじゃないんだけど、ちょっと怖いね、ところがあったりしたんで、で、それに対してこう結構ピリピリと、ヒリヒリした感じでこう進んではいくんだけども、多分同じようなルールのはずなのに、結構ノリがね、軽めではある。まあ、ハリウッド版ソードアートオンラインみたいなと、っていう感じで言ったら、だから、ノリが軽くなってね、っていう感じ言ったら、まあ、そんな感じかなっていう 感じ。で、それって別に、ジュマンジとはちょっと違うじゃん。ジュマンジとは違うじゃん。面白いけどね。映画としては面白いんだけど。だから、映画として面白いのは正解だと思うから、別に、個人的に NG っていうふうな、だからダメだっていうことじゃないんだけど、ただ、ジュマンジではない なんだろうな、ただ、そうね。擁護というかすると、まあ、いわゆるリメイクというか、ジュマンジのコンセプトをそのままに、いわゆる今の時代に合わせて作ったら、まあ、まあ、そうなるわなっていうのは、まあ、あるんだけども、いかんせん、こう、ジュマンジっていうもののコンセプトというか、そのルールっていうのが、ボードゲームなんだけども、そこに起こったことが現実の方にもこう起こってきて、っていう、で、現実に起こってくるってことは、そこでこうなんか攻撃されたら死んじゃうじゃん。変な話ね。そこは怖いじゃん。一応生身の、自分でこう、そういう状況に対応していかなきゃいけないっていう怖さがあんじゃん。ね。それがこう、ジュマンジだと思うんだけども、それがこう、テレビゲームとしてこう、進化してしまったおかげで、こっち側にもね、いわゆるプレイヤー側にもね、ちゃんとこう、スキルとかがあって、ちゃんと戦えるような状態になってるわけなんです。まあ、ゲーム、意外とこのゲームとして、RPG として、まあ、ちょっと続編の方はどうかわかんないけども、ゲームとしては、まあ、あくまでもこう、いわゆる、まともなゲーム。昔の、いわゆる、ボードゲーム版の、ジュマンジっていうのは結構、そういう意味で、理不尽だと思うんですよ 例えば、サイの群れとか出てきたよね。っていうものに対して、生身で立ち向かわなきゃいけない。一応ね、立ち向かうって別に、リアルにこう、サイと戦うとかじゃないんだけども、その状況を、避けていくっていう、まあ、ボードゲームだから、倒すとかそういったものはないんだけども、そもそもね。まあ、切り抜けるっていう状況は、を生身でこう、いかなきゃいけないっていうね、理不尽さがこう、あったわけです。で、スリルとかもあったわけなんです。で、それに対してね、今作の、ジュマンジっていうものは、いわゆるゲーム、キャラとして、こう、いわゆるゲームのアバター、ゲームの、キャラクターの能力っていうのがこうあって、それで切り抜けていくことができる。ドウェイン・ジョンソンになったらこう、戦闘力は上がるし、っていうので、その理不尽さっていう面においては、ややね、理不尽ではなくなっている。
なので、そういう意味では、ネガティブなことを言ってしまうと、そういうスリル、緊張感みたいなやつ、生身で立ち打ちしてただ戦っていかなきゃいけないスリルとか、緊張感っていうものは、減ってるというかなくなってるというか、まあ、それでもね、ライフというかね、まあ、ゲーム上でライフっていうふうに言ってたけども、3回死んだらおしまい、まあ、2回までは死ねるんですね。それはスーパーマリオとかと同じようなカウントになるんだけども、いわゆる残機ってやつね。があって、3回、まあ自分、ワンナップとかあったらちょっとまあ面白かったんだけども、そういうわけじゃなく、まあ3回なら死ねると、あ、3回じゃない、2回なら死ねる、 3機あって2回死んで3回目に死んだらゲームオーバーという、ちょっとアクションゲームっぽいあれではあるんだけども、まあそこら辺で一応ね、正直なんていうかな、ゲームとしては意外とまともというか理不尽ではないな。呪いのゲームというか、呪いのゲームホラーじゃないから、まあ全然それが正しいんだろうけども、昔のジュマンジだったらね、そこら辺ちょっと何のこの能力もない、生身の自分で戦わなき立ち向かっていかなきゃいけないっていうね、スリル、どうくぐり抜けていいかわからないっていう、ようなね、怖さというかスリルだねっていうのがあったと思うんだけど、それがこうないと、で、いわゆるボードゲームだったからこそ、サイコロを、まあ、ダイソーを振って、サイコロを振って、出た目によって、こう、出てくるものが変わる。だから、本当のゴールのゴールまで、気が一歩も抜けない。要するに、今回の、ジュマンジに関しては、まあ、アクション RPG なんだろうね。アクション RPG っていうこともあって、まあ、ちょっとずつ、進んでいくわけですよ。ちゃんとね、ちゃんとちょっとずつ進んでいくわけですよ。まあ、経験値を稼ぐってあれはないんだけども、まあ、進んでいって、こうこうこういうっていう謎解きっぽいサムシングがこうあって、で、こう、ゲームにも段階的なものがこうあって、で、クリアと。なんていうかな、どこで何が出てくるかわからない、そのね、だってボードゲームだったらそのダイスの出目によってはとんでもないものが出てくるわけでしょ。そういう感じじゃなくて、まあ最後の方になればなるほど難しくなっていくんだろうけども、何が出てくるか本当に全くもってわからない、予想がつかない、緊張感や理不尽さではない。現にね、なんだ、とある、まあ、ステージというかね、ところを攻略するのに、こう、ちょっと苦労、とある人が苦労しているっていう描写があって、で、一応その対策とかも立てられると、まあどう進んでいくかっていうことの対策っていうものがこう、まあ残機、まだプレイヤーのね、ライフが残ってるうちは、立てて、でこうしていくっていうあれもできるわけで、そこら辺ね、は若干こうスリルとしては、減っていますんで、それがまあ別にこの別作品としてはね、全然
いいんだけども、そういう、意味もあってジバンジではないのかなと。あえて言えば、まあ、自慢自ではないというような印象がありましたけどね。自慢自っていうよりもどっちかというとね、あれですよ、レディープレイヤー1とかね、まあさっき言ったソードアートオンラインとかに近い、かな。レディープレイヤー1なんか結構ね、本当にまあVR つながりみたいなところは、まあどれもレディープレイヤー1もソードアートオンラインもあると思うんだけど、多分そんな感じなんだろうね。まあね、多分ジュマンジュの冠をつけちゃうとね、多分マイナスの方がでかい気がするんだけどね。自慢、そう、まあ最近の映画とか結構そういうの多いけどね、続編として作るよりもさ、全然違う作品として作った方が受け入れられたんじゃないかなっていうのは結構あったりするけども、まあこの自慢自も、まあ自慢自別に続編も作られてるし、評価が悪いわけではないので、まあ別にいいんだろうけど、興行的には正解、正解というか成功ではあると思うんだけども、まあ個人的な感想としてはね、面白いんだけど、ジュマンジではないかなと。なんかガンダムで言ったら、例えば宇宙世紀じゃなくて全然違うガンダム、ガンダムシートとかぽいかなっていう感じかな。まあコンセプト的な話をしたらね、もともとコンセプトがなんていうものはこう分かんないから何とも言えないとこあるんだけども、ただまあおもろいのはおもろいので、それはそれでいいと思うんだけど。まあ映画としてはね、面白ければいいと思いますけど、昔のジュマンジを見た人で、昔のジュマンジを期待してるんだったらちょっと、違うって言われちゃうのかなっていう感じがするかな。どうでしょう。あ、なんですか、見どころですか。見どころありますよ。まあまあまあ、一応ね、出演されてるドウェイン・ジョンソンさん、ジャック・ブラック、と、何よりも、カレン・ギラン。カレン・ギランが一番多分見どころだと思うんだよね。カレン・ギランさん。カレン・ギランさんは、あれですよ。おなじみ、ネビラ。アベンジャーズシリーズ、まあガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでデビラを演じたカレン・ギランさんがね、ネビラだとさ、まあ素顔、まあ仮面をかぶってるわけじゃないけど、ほらペイントとかね、メイクとかでさ、もはや誰やねんっていうような状態になってますでしょ？ね？っていうことを考えると、まあ、そのネビラの、だから、カレン・ギランさんの、なんつうの？魅力っていうものが、まあ、ネビラはネビラであったけども、もっとこう、わかりやすくね、見れますんで、まあ、素顔だからね。すごくこう、可愛らしくて魅力的なね、カレン・ギランさんを見れる、めっちゃ見れるっていうのが、
見どころだね。そこはもう期待してもらっていいですよ。だからカレン・ギランさんを見る映画だな。あと、ドウェイン・ジョンソンがこういつもこういかつい感じの、あ、そうでもないか、コメディタッチのことも全然やるか。まあでも、ドウェイン・ジョンソンがこう、なんていうの？中身が一応ヘナチョコな、男、まあゲームをやってて、そのアバターというかね、ゲームのキャラっていう設定なんで、見た目とは全然違う、キャラを演じてるわけなんで、ヘナチョコ・ドウェイン・ジョンソンさんを見れる、そこら辺もね、非常に、見どころかなと思います。映画としては面白いし、そこは別に何も言うことない。まあだから、本当に、ジュマンジっていうタイトル、つけなければ超、文句ない作品ではあるかなという感じがしますけど、まあ、ジュマンジの続編は作れないよ まあ作れるな、全く同じね、例えばネタで、本当ボードゲーム、あるいはさ、VR というかそのゲームの中に入っちゃわないで、ゲームをこうやってて、ね、コンピューターゲームでもいいんだけど、コンピューターゲームあくまでもこう、VR コンピューターゲームじゃなくて、普通にプレイしてるコンピュー、あのゲームをこうやってて、で、そこで起こることが現実に起こるとか、そういったこのスリリングなね、展開でゲームを、ゲームというか映画を作るんだったら、まあ、ジュマンジかなと思うんだけど、あと、なんだ、いわゆる VR 的な、まあ、ゲームの世界に吸い込まれてっていう状態、いわゆる で、ゲーム、実際に、ゲーム、なんていうの？ゲームの中に吸い込まれてゲームをやっていくっていう、状態っていうのが、まあ実際にそれって、ジュマンジは VR のゲームじゃないんだけども、だから普通の、ファミコンぐらいのスペックのゲームの中に入り込んでっていう設定ではあるんだけど、まあ実際に VR だったこの、レディープレイヤー1でも似たような感じの状態になってるから、結局ゲームの中に吸い込まれなくても同じようなことにこう、同じ表現じゃないけど、映画としての表現が同じものでも、VR っていうもので、設定で同じものを見れちゃうから、なんていうかな、アナログじゃねえ、結構スペックの低いゲームである意味がこうあんまない、まあそんなところに意味を持たせてもっていう話はあるんだけども、意味を持たせる、意味がそもそもないと言われたらそれまでなんだけども、なんていうかな、そうね、まあ本当にだから、ゲームに吸い込まれたっていう設定っていうのが、設定、ゲームに吸い込まれたっていう設定を、映像化したものの結果っていうものが、バーチャルリアル、あ、バーチャル、レディープレイヤー1で VR のゴーグルをつけたっていう設定で表現された世界と、
別にそう大差がないので、なんかその辺のね、設定が、まあ、活かしきれなくなったというか、なんていうかな、だから正直、もうちょっとね、そういうのを作るんだったら、もう少し早めに作った方が、その VR っていうものが一般化する前に作るべきだったのかなという気がするね。だから、ゲームの中に吸い込まれたっていうものが映像的にこう、説得力がそんなにないというか、一回そういったものを見てしまってるから、もう、ソードアートオンラインもそうだけどね。まあ、ソードアートオンラインも VR じゃん。だから、ゲームの中に入ったっていう設定っていうのが、結構 VR っていうもので、納得、片付けられ、それでも同じような状況にこう、なるわけで、で、実際に俺自身も VR のゲームとかもやってて、ゲームの中に入るっていうのを疑似的な体験としてこうやっていて、っていう中で、いわゆる本当にゲームの中にこう、吸い込まれてっていう設定っていうものが、なんかこう、あまり強くなくなっちゃった。これ通じるかな？ なんか意味わからんかな？わからんかもしんない。わからなかったらごめん。ゲームの中に吸い込まれなくても、VR っていうものをこう使うことで、いわゆるゲームの中に入ったような体験っていうことができる、っていう方向で、もう作品がこうできてるし、実際に VR を、装着して、そういった体験を、してる人もこう結構いる中で、ゲームに吸い込まれて初めてそのゲームの、ゲームを現実として体験するっていう、いわゆるなんかな、ことが目新しくなくなった。って言えばいいんか。ので、だったら、最初の、だから、まだアナログ、もしくはね、実際にゲームをさ、なんていうの？外からゲームをしてる、普通にテレビゲームをしてて、そこで起こってることが現実に起こる、ぐらいの方が、スリルもあるし、なんか、リアリティじゃないけども、本当にプレイヤーがこう怖いというか、怖いってそのホラー的な意味じゃなくて、そのまあ、ハラハラするスリリングな思いをするっていう、状況っていうのがこう最初のジュマジにあったんだけども、それをまあ再現した方がジュマジっぽかったかなという感じ。どうだろう？どうだろう？ かな？まあ。まあ続編とかも作られてるんで、まあ、実際だから映画としては面白いんだけどね。面白いんだけど、その一点だよね。どうしてもだから、ジュマジっていう名前をつけることで、最初のジュマジとこう比べちゃうっていうのが、そこはちょっとマイナスに働いてるところがあるかなっていう感じがするかな。ただまあ、そうね、昔のジュマジを知らない人の方が、まあ何分1996、5年の作品か。で、ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングルの中で、その翌年、っていうのも出てくるから、そのよく、いわゆる1995年のオリジナルのジュマンジの翌年っていう設定がさ、
出てきはするけど、そんなにその設定が効果を発揮するかどうか、まあ、微妙なところではあるんだけど、あんましこのそこにこうひねりというか、そうする意味ってそんなにあったかなっていうところはこうあったりはするけど、まあというか、そこら辺はオリジナルのジュマンジオマージュ的な部分もあるのかな。どういうことかっていうのはまあ実際見ていただけたらと思うんだけども、です。まあ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 、というわけで、今回ジュマンジウェルカムトゥザジャングルのお話をさせていただきました。まあ必見か必見じゃないかといったら、あのカレン・ギランを楽しむっていう、カレン・ギランさんをめっちゃ楽し、見れるんで、穴が開くほどこうね、思ったでしょ、みんなも思ったでしょ、あのネビラ素顔で見てっていうふうに思ったでしょ。その欲望って、まあ、それを満たすっていう意味を含めて、絶好の映画ではあるんで、ぜひご覧ください。映画自体も別に面白いです。順番じゃないだけで何回言うんだ、という感じです。いかがでしたでしょうか。では、今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒューエでした。バイバイ。